こちら巨大ガンダムですね。ほとんど人、ね、まあ、新型の影響でほとんど人はいないですけど、巨大ガンダムです。お台場のね、有名な巨大ガンダムですね。すごいですねこれね、はい。これどれぐらいなんだろう、高さとか。ちょっと近くまで行ってみましょうか。これすごい、実物大ですねこれね。ひょっとしたら、でもめっちゃでかい。足が長いですよね。よく作りましたね。これすごいわ。実物大のね、ユニコーンガンダム。これ本当はね動くんですけどね。ほら、ね、ユニコーンガンダム変身ということで。11時と13時と15時と17時ね。でもですね、こちらね、施設ね、営業時間変更に伴いまして2時30分の回で、夜演出が終了いたし、終了となりました、なります。まあ、これ今やってないということですね、はい。やっぱりあの新型のね影響は強いと思います。すごいですねこれ。見てください、これ巨大ガンダム。この足だけでもね相当でかいと思いますね。ちょっと後ろ一周ぐるっと、すごいです。これこんなでかいとは思いませんでしたね。巨大ガンダムです。巨大ガンダム、ガンダムの最新のね、多分最新鋭のガンダムだと思いますけど、ね、お台場で出てますね。横でこんな感じですね。あ、後ろすごい、これめちゃくちゃでかいです。こんなのが動いてるとすごいですよね。まあ、ここにね、中入れるようになってるんですけど、今日は立ち入り禁止ですね。中で映画かなんかやってるんでしょうね。ここはステージみたいな会場になってますけど、素晴らしい。ガンダムミュージアムみたいになってますね。こんな感じです。とにかくすごいですね。これは足だけでも、足が長いですよねガンダムってね。相当なもんですよこれ。ということでね、かなりどうでしょうか。めっちゃ長いです、でかいです。ちょっとこれね、やっぱりなかなか見れないんで、子供とか喜びそうですよね。最新型のガンダムですねこれ。一番新しいバージョンです。せっかく来たんでね、楽しんでください。でもね、今コロナ新型のね関係で動いてませんからね。まあ、来てもこれ、まあ、実物大というかね、そのままになってるんで。でもこれすごいですね。白のガンダムですからね、すごすぎる。はい、では
よかったらね、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ためになる情報とかね、最新情報も発信していきます。それでは失礼します。